ハンス・バルドゥング、ハンス・バルドゥング・グリーン、ハンス・ボールドーン・グリーン、GRN、1484年、1485年から1545年は、ルネサンス期のドイツの画家、版画家、木版画、アルブレヒト・デューラーの最も優れた弟子と考えられている。バルドゥングは、ドイツ・シュバーベンのシュベービッシュ・グミュントに、法律家の子として生まれた。年、 シュトラースブルクに移る。一家の男の中で彼だけが大学に行かなかった。これは当時の画家としては珍しいことである。彼は人生のほとんどをストラスブールとフライブルクで過ごした。1503年、ニュルンベルクにあるデューラーの工房に入った。おそらくストラスブールで若干の絵の修行をした後だと思われる。デューラーの工房には1507年までいたが、 デューラーがイタリアに二度目の旅行をしている間は工房を任されていたようである。彼がグリーン、緑というあだ名がついたのもこのニュルンベルクにいた時だと思われる。この工房には三つの組合があったらしく、それで後にモノグラムにもう一文字付け足すためにその名前を加えたというのである。また一方でグリーンはグリーンルズ、ドイツ語で魔女に由来するという説もある。 1521年にオランダに旅行した時のデューラーの日記を見ると、彼はバルドゥングの人と作品に魅了されていると書いている。デューラーが死んだ時、バルドゥングも親密な友情の証に数サの髪の毛を送った。1509年、バルドゥングはストラスブールの市民権を得て、今はフランスだが、当時はドイツだったその地で暮らした。1513年、フライブルクに行ったのは、 大聖堂の大きなアルターピース、祭壇飾りを描くためで、1516年に完成。1517年に、ストラスブールに戻ると、1545年に、町の表議会員として、死ぬまで、そこに居続けた。妻のマルガレーテ・ヘルリンもその土地の著名な一族の出で、多くの辞書を所有していた。 何人かの研究家たちが彼の最初の仕事だと主張しているのはバーデンイコールバーデン近郊のリーヒテンタール修道院、礼拝堂にある HB というモノグラムが織り混ぜられた数点の祭壇画である。そこには1496年の日付がある。また、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の肖像画も初期の作品の一つである。こちらは、 現在カールスルーへの印刷博物館にあるスケッチブックの記述から1501年に描かれたものとわかっている。1507年のデア・ズバスタイアン・ソルター、イセ,セバスティアン三連祭壇がわかれ苦心の成果であり、ザクセンの晴れのマルクト教会のために描かれた。バルドゥングの西洋古典版画はデューラーに似ているが、様式が、そして時にはテーマも独特のものがある。 そこにはほとんどイタリアの影響は見られない。木版画に比べれば、彼の絵画は、さして重要なものではないと言っていいくらい、彼は、木版画の仕事をメインにこなしてきた。エングレービングで作られた作品は6点しかないが、とても優れたものである。キアロスクール木版画が流行すると、彼もそれを作った。一枚の木版画に1 5百0の階調をつけたという。 数百に及ぶ彼の基版画のほとんどは本のための依頼で、当時はそれが普通だった。彼の霊用木版画、つまり本の挿絵ではないということは100に満たないと言われるが、その正確な数に関しては2冊のカタログで異なっている。バルドゥングは魔女に強い関心を持っていて、ガッシュで仕上げられた美しいスケッチのほか様々な媒体にたくさんの絵を描いた。 その技術処理は他の彼のどの作品よりも官能的である。製図工としての完全な正確さはなく、彼の人体構造の捉え方は時に不快なものがある。また、角に帯正しく飾り立てた装飾品も彼の悪趣味をあらわにしている。彼の絵でパグ、ブルドッグに似た小型の愛外剣に似た人の顔以上に特徴的なものもないだろう。 雰囲気や光と影を意識しているような痕跡も、そこにはない。よく彼のことを、北のコレッジョと呼ぶが、彼の作品は、例えば黒が、冴えない黄色、汚い灰色、不純な赤とコントラストを成すなど、けばけばしい雑多な色の奇怪な寄せ集めである。また、人体の描き方も、線で、ざっと描いたものに上塗り下に過ぎない。とはいえ、彼の作品は概ね興味深い。 なぜならその絵の中には野生的で幻想的な力強さがみなぎっているからである。バルドゥングは肖像画家としても有名である。先に挙げたマクシミリアン一世の他にも神聖ローマ皇帝兼スペインオーカール五世の肖像画を描いている。バーデンイコールドゥルラハ編教博フィリップ一世の胸像は1514年より前に 彼がバーデンを統治していたゼイリンゲン家と関係があったことを物語っている。またその後にも、バーデンイコールバーデン編教博クリストフ一世、妻オッティリエと子供たちを描いている。デューラーやルーカス・クラナッハ同様に、バルトゥングも熱心な宗教改革の支持者であった。1518年には、アウクスブルクの帝国議会の場に居合わせたし、マルティンルターの規範画も一点作っている。 その木版画の中でルターは上空に、鳩のような形で浮いている精霊に守られている。バートラム、ジュリア、ジャーマン・ルネッサンス・プリンツ、1490から1550、ブリティッシュ・ミュージアム・プレス、1995、ISBN0 から714126047。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。